カプレーゼ・ミケランジェロは、イタリア共和国トスカーナ州アレッツォ県にある、人口約1400人の基礎自治体。ルネサンス期の芸術家、ミケランジェロ・ブオナローティの出生地であり、これを記念して、ミケランジェロが村名に付け加えられている。地元の方言では、カプレーサと呼ばれる。アレッツォ県の東部、バルティベリナに位置するコムーネである。カプレーゼ・ミケランジェロの集落は、県とアレッツォの北北東、約 21km、州都フィレンツェの東南東約 61km、ペルージャの西北西約 67km、ラベンナの南南西約 88km にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。ミケランジェロ・ブオナローティは1475年3月6日、フィレンツェ共和国領であった、この村で生まれた。父のルドビコは、フィレンツェ共和国の管理で、当時はカプレーゼの判事を務めていた。ミケランジェロはこの村の教会で洗礼を受けているが、生後数ヶ月で父と共にフィレンツェに移っている。1860年、サルデーニャ王国がトスカーナ大公国が編入した際に、サルデーニャ王国領となった。この際に行われた併合の可否を問う国民投票では、この村の投票者の半数強が、否を投じている。1913年、ミケランジェロ・ブオナローティにあやかり、コムーネの名に、ミケランジェロが付加された。特産品様々な種類の栗がこの村の特産品である。2010年には、カプレーゼ・ミケランジェロのマローネが、原産地名称保護の認定を受けた。人口推移、ミケランジェロゆかりのこの村には、ミケランジェロ博物館、ミケランジェロ図書館がある。水と工場の博物館では、村に流れる川の水力を動力として行われた、地域の工業に関する展示が行われている。村には13世紀に建立された、サンジョバンニ・バッティスタ教会がある。ミケランジェロはここで洗礼を受けた。このほか、古い教会や修道院がある。印をつけたものは、翻訳元に挙げられていた出典であり、訳出に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。